新5000円札の津田梅子さん、うん、僕に似てるんですよね、<laughs> また。ああ、今朝見たわ。そうそうそう、今朝発表されたのかな、まあ、これを撮ってる段階であ<ー>、えー、まあ何年後かですけど、<ー>紙幣、あれ、こうかもかな、全部変わるのか。か全部変わるんだよ。 500円玉だけが効果はで<ー>お札は、まあ、2000冊のことは誰も何にも触れてなかったけど <laughs> それは気になるんだよな2000冊はななとは思ってまあそうじゃんもうほぼ見ないですしね<ー>でも1万円5000円1000円は全部変わって<ー>その津田梅子さんが<ー>あの、まあ、ちょっと僕に似てるみたいな感じなんですけどというかもうその白黒にしたら結構似るんじゃないっていうかその <laughs> いやなかなかよ。でも今度は違うタイプはあのー。 堀直虎とは違うタイプまあ女性ですし<ー>ちょっとだからむしろ今に似てて堀直虎はものすごい細いでしょあ,<ー>あのー、ブーンじゃないんだよ <laughs> ブーンじゃないよ <laughs> い <laughs> 須田さんはまあ今の僕ぐらい本当にああ<ー>だかオモナガ系のねウーンじゃないんだよその, <laughs> <laughs> その違うとこにおいなるのをやめてくれその <laughs> 完全にあのビデオ電話がいやいや <laughs> っしいなじゃあ悪いなその違う違う違うマナーそのサイレントとかしとけ電撃切っとけもうっとしいな <laughs> ただ置く場所を変えただけじゃなきゃ完全にいやそうそう津田さんがね見た見たツイッターにもなんか流れとったしな何人かに言われてたんで一応載せてみたら結構やっぱ、うんあのー、反響あったんで、うん、なんか、ね、すげえなお前お札になるんじゃんお札についになるんで集めよう5,000冊集めようかな井口様じゃがんマジでいやいやそ僕ではないけどななあ いやでもちょっとうれしいな似てる人がお札になったら、うん、<laughs> まあそのだって嬉しいだろうれしいよ5,000冊僕の顔だったら、うん、実際にだってな、あのー、井口地底王国ではお前のいよいよ地底王国にしたのかペリカペリカペリカじゃねえいいいよ <laughs> に変わった別に何でその通貨 <laughs> その開示の通貨を、うん、に名字を入れ込んでくるんです<リ>のってけわかんねえじゃないか別に何にも変えんのんでだからそれはそうだろうけどな なんかねでもちょっとみんなも注目してみてほしいというか、結構似てますよね、数年後ですけど、それまでいっぱい特集とかされるでしょうから、そうだろうな、偉人としての正直、あんまりピンとこないですか勉強不足で。誰もかからった結構そうなんだよね、意外とお札になる人って、例えばみんなが知ってる武将とかじゃないじゃないですか。だってな。 クザユキチとか、そうそうそうかかだからまあ学問とか経済とかに何かやった人とか結構なんでしょうね、そうそう使われるんで、うん、まあその僕に似てる五千冊のもね、うんうん、あの人もいろいろその女性のこう社会へのとかいろいろやった方みたいなんで、五千円は女性なんだよな、いやまあ二個前は違いましたけど。 でもまあそういうことにしてる今してるんじゃないもしかしたらね1個ぐらい入れとくみたいなことそれはあるかもしれないですねそういう意味ではちょっと多分注目されるでしょうからね絶対そういう番組やるでしょ似すぎてじわるもやっぱ出てましたからねあれ堀リナオトラで出てましたからいやあんだけ似とったら出るよもう群を抜いとったもんお前にさでいや僕が絶対1位ですからねだって「似すぎてじわる」っていう番組があってねみんながツイッターで投稿して「似すぎてじわる」こ絶対出ると思ったもん うん、そうそう結局リツイート数とかのランキングなんですけど正直その、うん、例えばアイドルのものまねしたらそのアイドルのファンの方とかもリツイートとかするじゃないですか。うんうん ファンっていないわけですから、ものすごい、奮闘ですよそれで勝ち取ったわけそれで勝ち取った、真の1位は僕なんでうよ。1位、アイデンティティさんとかになったけど、ドラゴンボールものまねとかで、めちゃくちゃ似てるし、面白いけど、ドラゴンボールファンはもうめちゃくちゃいるんですよ、堀直虎ファンゼロ、ゼロって言ったら失礼ですけど、ほぼいないわけじゃないですか。だって、普段からやっとるものまねですからね。僕なてあの 普通の写真を撮っただけですからそこで何もしてない僕の写真と残ってる現存してるホリナオトラの写真ですからね番組のコンセプトとしても一番なんだよ本当はね似すぎてじわるってそういうことですかそうそホリナオトラが僕の真似してるような写真ありましたからね逆にこういう斜めのやつそうそうホリナオトラが僕に真似してないっていうのもあるぐらいですからねちょっとこれからまた変えて津田さんの方でいけるかもしれないですからねものまねするやん うん、ちょっとだから調べとこうなんかあってもねいけるように、うん、そんな中ちょっと前に、まあ多分エゴサーチしてて全然何にも関係ない人が「うん、あのカトパンってウエストランド井口に似てるな」っていう人いたけどなってうやっぱ思う時々みんな思うんじゃないやっぱ時々見るよ今でもあの僕がやったとか,かん似てるとかここで話題にしたの全く知らない人も<ー>カトパン入り口の人がおるわけそうカトパン入り口井口入り口じゃなくて <laughs> カトパン口から登った人が <laughs> にな、うん、そう珍しいけどほとんど井口口から、うん、登るが<の>普通は井口,口が一番登りやすいから、うん、井口口からしか山頂見えないはずなのに、本当はね、めちゃくちゃ霧だらけのカトパン口から登る人が、うん、時々いるみたいなんで、んだいやだ今回なんて特にそうですよ、そのあの津田さん。 の発表されて、これウエストランドじゃんとか僕らのこと全然知らなくても、あ誰みたいなそのリプでなってたりするぐらい、それぐらいのライトな人、そっちの津田さん入る口は今今回結構多いんで、広いんだよマグが。まあ当然こんだけ出てますからね。まあそりゃそうだよな。そうそう。なんちょっとなんとかあやかっていけるようにね。引き続き今カトパンもやってきますんで。カトパンは似てますからね。カトパンは本当に似てるんでね。で言ったら津田さんもカトパン系なの輪郭というか、まあそうか。要は女性ですからそういうことなんだよ。じゃこの感じのその。 ういい人もるってことですからねちょっとみんなも男女いけるというか別に実はな津田さんに関していやあの方は女性なんだからっていうのはもう皆目見と違いですごい美女とされてるカトパンに似てるということでやってるぐらいですから全然いや中性的か分かんないけどこういう輪郭はあるじゃない女性でもね。 なんでちょっと津田さんで5000冊はなりますから、うん、この数年はちょっといけますよ。ずーと会うわ。お前という意味やめようか <laughs> 終わります。<laughs> <laughs> 平日毎日口を更新しています。ウエストランド井口の